レイクランドストリートにある立体駐車場へ通じる時計台付き歩道橋、ロンコンコマ駅とは、ニューヨーク州ロンコンコマにあるロングアイランド鉄道の本線にある主要な鉄道駅及び交通の中心である。この駅はロンコンコマ支線の東側の終点であり、グリーンポート支線の西側の終点である。この駅は、ホーキンスアベニューの交差点の向かいにあるレイクランドストリート、または、 レールロードアベニューノースにあり、駐車設備及びその他の快適設備を中心部の向こうへ渡って有する。無料駐車場が北側及びに南側の線路に隣接する敷地で利用可能である。駅の北にある一つの立体駐車場は1996年に休貨物支線の上に建設された。この駅は合計で約6万線の駐車スペースを有する。 2011年5月の時点でニューヨークへ接続する63本の列車が平日、この駅に停車し、またさらに9本が東の駅へ接続する。ロンコンコマ駅は当初1843年にニューヨーク州レイクランドとニューヨーク州ロンコンコマの両方に便宜を図ることを意図して建設されたレイクランド駅の代替としてロンコンコマ小駅として1883年に建設された。 この駅の駅舎は1934年に火災にあい、霧妻屋根を持つ仮の長方形の平屋を1937年9月に2代目のロンコンコマ駅が完成するまで使用した。1987年12月28日以降、それは本線の電化区間の東端となっているが、ロンコンコマの東にある駅は将来の電化のために変更されている。 1937年の駅は1994年に駐車場が西に拡張される一環として取り壊されるまで保管のために使用された。現在の駅は建築家のリチャード・ヘンリー・ベアによって設計された。ロンコンコマ走車場もまたこの駅の東側、1962年に取り壊された旧ホルブルック駅のすぐそばにあり、ホルツビル駅を利用していた。 通勤通学客を1998年3月16日以降受け入れている。この駅は高床のプラットフォームを3面有し、どれも有効長は12両である。北側のプラットフォームは1番線と隣接する短式ホームである。中央のプラットフォームは、ロンコン小増線の列車がグリーンポート行きの列車と対面するとき、対面の理解が容易となるように作られた。 両側の線路と隣接する島式ホームである。南側のプラットホームは2番線と隣接する単式ホームである。本線はここでは2線である。ありがとうございます。